rallies. Go! だから飛び終わった後に声出します。全然もう気持ちは田舎者なんで。皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。今日は濱田一輝選手の1日に密着ということで、濱田選手のキャンパスライフから練習までを追っていきたいと思います。ここは早稲田大学の所沢キャンパスで、今濱田選手は100分の授業を受けている最中なので、その間に朝の様子をどうぞ。おはようございます。おはようございます。じゃあ今日は1日密着お願いします。よろしくお願いします。簡単に今日の予定教えてもらってもいいですか。はい、今日は 2,3 限が所沢のキャンパスの方で授業があって、でそこから帰ってきて、まあ、練習っていう感じで今キャンパスに向かってます。今日の授業は、今日の授業は、柔道と陸上です。じゃあ投げたり走ったりってことですか。そうですね、投げたり走ったり投げられたり、まあ、めちゃめちゃ今日は投げられます。で、東京生活慣れましたか。1年全然慣れてないです。全然もう人が多すぎて、はあ、全然もう気持ちは田舎者なんで全然慣れないです。勉強は真面目で優秀って聞いてましたけど、落ちさないように頑張ってます。単位はどうだったんですか。一応40フルターン。はい、フルターンで行きました。おめでとうございます。教職取るって、はい、卒業の時におっしゃってましたけど、そっちの方はどうですか。今のところ順調にやってます。取ろうとしてるのは何か理由あるんですか。中学校の卓球部の顧問の先生、岡本先生という方が本当に熱い先生で、もともとその先生っていう職業に憧れてたんですけど、はいはい、その先生と出会ってからこういう先生になりたいなっていう。卓球部の顧問もやりたいってこと。やれるなら、やれるならやりたいです。ありがとうございます。じゃあ学校行きますか。行きます。緊張するわ。急に喋ってて緊張する。聞いてます。何トークすればいいの。柔道のきつさトークで。ハムしたいで。いやでもなんか投げた時めっちゃ面白いっす。ちゃんと技が分かった時、分かって本当に相手が狂ってかかって投げれた時がなんかちょっと気持ちいい。気持ちいい。かけられイップスになっちゃって、かけられ方が分かんなくなっちゃって、途中でどっちの手ついたらいいのか分かんなくなっちゃうことがたまにあるんで、ちょっと今日また頑張ります。100分間。じゃあ頑張ってください。頑張ります。お疲れ様でした。授業お疲れ様でした。お疲れ様です。どんな感じでしたか今日の2ゲームは。今日は動きの中でこう技をかけて相手を投げるっていう練習をずっとしてました今日。今日は僕と中島のペアで、めちゃめちゃ褒められました、ね。めちゃめちゃ今日うまいみたいな。いつもはちょっとできなくて、もうちょっと真ん中来いよって言われてたんですけど、今日はめちゃめちゃ決まってました。結構ハードなんですか。結構ハードですね。はい。今からは何を。今から学食行ってお昼食べて。でいきます。授業中の濱田選手はどんな感じなんですか。もう真面目ですね。やめろ。真面目なんですみたいな。もうたまに言って真面目なんで、だんだん柔道上手くなってきて、いつもペアで僕と濱田でやってるんで、キレとかが上がったりして、確かに今日とか技とかが上手でしたね。真面目ですね。常に真面目に取り組んでる感じです。なんでも真面目に伸びていくんですね。いや普通にちょっと楽しかったんで、楽しくやってました。じゃあ怪我にだけは気をつけて。はい。座学もすごいです。すごい。どんな感じなんですか座学。
グループワークで僕と浜田は同じグループで討論するんですけど、僕と浜田が敵同士の討論になるんですけど、はいはい、僕は一般で入ったんですけど負けました。なので普通にもう座学もすごいです。授業お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。大学生活もう慣れましたか？はい、慣れました。移動は大変でしたけど、それは慣れたんで、今はもう楽しいです。結構朝起きるの早くて、その分体力的にはきついですけど、新しい環境で新しい刺激もありながら、すごい人間としては成長しているなとは感じます。いいコメント。ありがとうございます。浜田選手に密着してるんですけど、後輩から見てどういう人ですか？すごい感じるのが、すごい真面目で卓球が本当に好きなんだなっていうのが一緒にいても感じるので、先輩の新井さんとかに聞いた話ですと、浜田が入ってきてからみんなすごい最後まで残って練習したりとか、卓球部自体の意識改革にも中心として頑張ってる姿がこうみんな惹かれていくんだろうなと思って、本当にそういうところも含めて早稲田のエースなんだなっていうのを感じます。徳田選手はダブルスも組まれてますけど、どうですか？はい、自分もやっぱ浜田さんがいるからこそ早稲田に入りたいっていうのもあったんで、印象通り練習誰よりも頑張る先輩なんで、その選手についていけるように頑張ってます。ダブルスも組んでみてすごい真面目な方なのかなと思ったんですけど、まあ、自分がスーパープレーしたら一緒になってスーパーって言ってくれて、まあ、ちょっと盛り上げるのも上手い先輩なんで、もう最高です。最高です。いいコメントありがとうございます。ありがとうございます。一緒に過ごしててどういう方か？無邪気な感じがしますね。僕はなんか一緒になんか授業を受けてても、さっきの高跳びの授業も飛び終わった後みんなすんって帰るんですけど、浜田だけシャーみたいな一人だけ歓声上げてて、なんか周りの見てた人は試合みたいな感じのコメントを残したみたいなんで、なんかそういう無邪気な面が、まあ、浜田くんのギャップポイントですね。おいいですね。なんか一緒に授業とか受けてて思うのは、めちゃめちゃ友達が多いなって思います。なんか卓球部以外の人ともよく喋ってるし、一緒にいたらあなんかおはようとかっていろんな人に声かけられてるイメージがあります。だからコミュニケーション能力が高いなと思います。友達たくさんなんですか？僕は結構もう誰とでも喋れるんで、さっきの授業もなんか僕あんま飛べなかったんで、最初その飛べる人にちょっとどうやって飛ぶんですかって聞いて、そしたら気持ちいいって言われたんで、だから飛び終わった後に声出しました。気持ち入れましたし。そうと思うな。完璧かと思えばちょっと天然というか、そう面白いところもあるって感じなの。忘れ物も多いみたいな一面もあります。なんかよく忘れ物もする。そうなんですか？はい、多い。私がでもなんかめちゃめちゃ多いです。結構ひどいってことですか？忘れ物、なくし物が。だってイヤホン片耳ない。片耳ないです。買わないんですか？片耳で使えちゃうんで。なんかいいかなっていう、なんかそのままにしてます。恋愛の話とかも浜田としますね、僕は。たまにっていうか、まあまあ1日に何回かはします。、はい、それは意外ですか？あ、意外ですか？よかった。それはぼちぼちな浜田くんもまあ大学生なんで、まあぼちぼちな感じです。まあ、あんまりまあぼちぼちで止めさせてください。羨ましいっすね。ちょ、僕からしたら、ね、教えてもらわないとダメです。僕は結構聞いてるっす。結構先生になってきてる。充実してるということが伝わってきましたわ。大学生活が楽しいっすね。大学生活、授業も練習も、授業の中で卓球につながることも学べるんで、例えばなんか陸上の授業で動きやすい姿勢みたいなのをやったんですけど、走る時の姿勢で、それがなんか卓球の構えにもなんかつながるなと思って、で今ちょっとその構えを最近ちょっと変えてるんですけど、なんかそういうのをなんか授業内で学べるのはなんか楽しいですね。すごい。かっこいいな。かっこいいすぎる。かっこいいな。それじゃあこれから練習行くと。はい。じゃあ練習もお願いします。お願いします。普段の練習量はどれくらいですか？普段は、まあ、大体そうですね、4時間とかそれ以上とか、まあ、大体そんな感じですね。
練習やるときはそれぐらいやって、まあ、大学入ってからちょっとそのオフの日を、はい、作るようにして、本当にラケット握らない日を作るようにして、なんかその心をなんか休めるっていうのをやってからちょっとなんか良くなった気がします。そういう時は何してるんですか？そういう時はそうですね、もう家で映画見てたりとか、まあ、野球の試合見てたりとか、そんな感じで一日過ごします。野球はどこファンですか？野球は一応中日ファンなんですけど僕は昔の巨人が大好きですね。好きな選手は？好きな選手はイチロー選手です。 T リーグの背番号もじゃあ、そうですね、イチロー選手が51番つけてるんで、まあそこに一つでも近づきたいなということでつけさせてもらってます。自分は参考…2コマの途中から今からは規定練習には入れなかったんで、今からもう自主練っていう形でいろんな練習をやっていきたいと思います。お願いします。やっぱり卓球に対する取り組みがすごい真面目で、去年彼が入学してきた時にやっぱりチーム全体の雰囲気を一変させるような、そういうすごい影響力を持っている選手だなっていうふうに感じています。卓球だけじゃなくて、まあ、生活もそうだし、勉強の取り組みにしてもこんな子がいるのかというぐらい素晴らしい選手です。チームを一変されたどんな感じだったか、具体的には去年入ってきた時に4年生が抜けて戦力ダウンして、選手のモチベーションも下がってた時あったんですけども、彼が来てからは上級生も全部引っ張っていくようにね、そういうような雰囲気と、実際にあとは練習量の多さ、みんなを、まあ、巻き込んでいくような、そういうような常に行動していたなっていう。エースでありムードメーカーでもあるみたいな感じに僕の立場からは見えてます。まあもちろん実力もあるっていう中で、自分だけが頑張っていくっていうような感じじゃなくて、卓球部全体の雰囲気を盛り上げながら練習できるような
自分が一番頑張りつつ盛り上げていくっていうような練習に僕からは見えてます。トレーナー目線だとどういうところが秀でてるとかってあるんですか？素早い動きっていう部分が秀でてる部分だとは思うんですけど、それ以上にやっぱりその遂行能力というか、これをやるって決めたことに対してしっかりやりきるっていう力がどんなことに対してもすごく優れてる部分かなっていうふうに思いますね。本人が目指してるレベルも高いと思いますし、少なくとも部の中でまあエースの立場だと思うんですけど、部の中でエースっていうことに対しての重圧を感じすぎたりとかっていうこともまあ時にはあると思うんですけど、そうではなくて自分が目指しているところに向かっても本当まっすぐにそのまま努力を続けていってほしいなっていうふうに思ってます。チームにとってどういう存在ですか、浜田選手は？士気を上げるっていう面と、いる時といない時は全然その練習場の雰囲気も違いますし、やっぱいるだけで活気が溢れます。入ってきてガラッと空気が変わったみたいなのを監督とかおっしゃってたんですけど、浜田選手は強いんでリーグ戦優勝できるっていう、みんなの自信にまずつながったんで、やっぱ練習中でも全員が優勝を目指して取り組むっていうのがすごい変わったかなと思います。どんな風に変わったんですか？今までは優勝したいけど本当に優勝できるかなぐらいだったんですけど、浜田が前半出てくれて絶対1点取ってくれて、ラブースも取ってくれるんで、あとは誰かが取れるみたいな、そういう感じで全員が自信になりました。チーム全体の練習量を増えたりとかする？はい、そうです、はい、浜田自身がすごい練習をたくさんするので、周りも浜田に連れて練習いっぱいしようっていう気持ちが芽生えました。チームのプレーとしても引っ張るし、ムードも作ってくれるというか。そうですね、欠かせない存在と、はい、欠かせないです他ありますか？なんか他は実はこんな選手みたいな。実は卓球だけじゃなくて私生活もすごい熱くて自分と浜田と、中島っていう、今写真出たと思うんですけど、はい、中島っていう選手と3人でバックナンバーのライブに行くことがありまして、清水さんっていうその人に向かってシーンとしてるところで思いっきり一人だけ叫んでみたりちょっとなんか変わってるところもあるんですけど、卓球以外でも熱いっていうエピソードがあります。2月に神奈川オープンっていうのがあって、自分が出場したんですが、そこで浜田選手は、試合ないのにもかかわらず会場まで来てくれて、自分のベンチに入ってくれたんですけど、自分がたまたま優勝することができたんですけど、ベンチに入ってくれた浜田は自分のことのように喜んでくれて、その喜びも一緒に喜んでくれる素晴らしい人だと思っていて、実際浜田もこの前の全農カップでベスト8に入って、そこで自分のように自分も嬉しかったんで、もっと世界で活躍してほしいと思います。まずリーグで早稲田全体の強さも上がってるのかなと思ったんですけど、はい、まず杉本大成っていうんですか、キャプテンを後輩からどう見てるかっていうのはどうですか？新体制になって、キャプテンも本当にすごい優勝したいっていうのを、みんなで話してる時にすごい言ってたんで、僕たちもキャプテンの思いもありますし、自分たちが優勝したいっていうのは本当にあるんで、最後にキャプテンを胴上げしたいっていうのが僕の思いです。他の結果次第だと2位とかまで回った中で5位で悔しい結果に終わったと思うんですけど、チーム全体としてのリーグ振り返るとどういう総括になりますか？優勝を目指してたんで、あと一歩かなっていうふうには思ったんですけど、あと一歩が実際はちょっと距離があって、まだまだ優勝には届かないんじゃないかなっていうので、やっぱ勝ちきれる試合をしっかりものにできるように秋はリベンジしたいです。早稲田での団体戦っていうところには熱い思いだったり強い思いがあるんですか？そうですね、本当にいいメンバー、いい監督、コーチ、スタッフの方に支えられて、 OB の方もそうですけど、熱い気持ちを持った人が早稲田関わってる人が多くて、その人たちにやっぱり優勝っていう結果で恩返しできたらいいなっていう思いで、なんとか優勝したいです。今では早稲田の浜田というかユニフォームもかなり似合ってるなと、ありがとうございます思うんですけど、はい、名電の時だと団体では上昇というか、はい、追われる側で、はい、今だとどっちかというと追う側っていう風に、はい、その辺のなんか違いとかってありますか？試合やっててあんまり変わらないんですけど、なんか僕が全勝すればチームが勝てるなっていうのはすごい感じてて、そこの責任感は常に持って試合に出てます。新しく1年生も2人団体メンバーで出てて、はい、特に徳田選手とは最優秀ペア賞も取られてて、はい、それぞれどういう選手だったかっていうのをお伺いしたいんですけど、はい、まずは徳田選手について。
チームに流れを持ってくるような試合をしてくれて、特にまあダブルスの時なんですけど、試合の前半が本当強くて、1本目とかに本当にびっくりするようなプレーを彼はしてくれるんで、まあ、僕も一緒に流れに乗っていけるんで頼もしいパートナーですね。それでちょっとスーパーって言っちゃう。そうですね、スーパーって試合中にちょっと言っちゃいます。スーパーが生まれたのはなんでなんですか。ワールドカップ見てて本田圭佑さんがスーパーって言ってたので、多分それで影響されて言ってると思います。練習について一言ください。とても質が高くて勉強になります。普段からいい練習でもいいプレー出たら、はい、みたいな。そうですね、まあ、明るい感じで、まあ、浜さんが明るいんで自分もそれに乗って点取ったらよう。そんな感じ。どうでしたか。課題はどうですか。最近課題は、まあ、ちゃんとやってるよ。ちゃんと課題は延長戦まで持ち込めないですからね。どういうこと。やべえ。やべえ。やべえ。手尻をしてた。頭が回ってないです。頭がナックルです。つまんで。やば。頭がナックルってのはいいな。まあ、なんかいろんなとこを取りたいんですよね。なんか恋愛の話もします。しますか。さっきちょっとしてました。どんな話したんですか。上り調子ですっていう。僕は下り調子です。僕はあの大学っていろんな子いるじゃん。一般の方とどうなの。あるの。まあでも関わりはあるし、そう、うん、いいじゃん。2年生の中島さん情報では浜田くんのスポーツの授業は浜田くんを中心に回っているという噂があるっす。おお。全然なんか中島だよ。中島がやばい。 50m 走とか中島さん情報ですけど、ほとんどの人が流してるだけか、浜田君と中島さんだけもゴリダッシュして注目を浴びてるみたいなのをめっちゃ聞いたことある。常に競ってる。常にこのなんか2人だけ今は競ってるらしい。悪目立ちじゃない。常に全力で取る。ちょっと危ないかもしれない。あの卓球部って言わないで。今日あの大谷来てたんで大丈夫です。あ、大丈夫。ダブルス優勝してたもう一人の選手、磯村選手はどうですか。本当思い切りのいいプレーで1年生らしくリーグ戦を戦ってくれて、まあ、特に初戦の日大戦は彼のデビュー戦だったんですけど得点してくれて、まあ、チームの勝ちにつながらなかったのが、まあ、僕が前半で負けてしまったので、まあ、彼が勝ってチームが勝てれば本当に良かったなっていうのは思います。彼はオフでもよくここで練習来てて、まあ、一緒に僕も結構やるんですけど卓球が好きないいやつです。一緒の寮なんですよね。あ、一緒の寮、はい。私生活とかの絡みも結構朝ごはん食べてる時に今日練習しようやみたいな感じで声かけたりとかはしてます。はいはい、後輩から見て浜田選手どんな選手ですか。真面目でとても熱い選手なんですけど、僕同じところに住んでてよく一緒にお風呂に入ったりするんですけど、意外とプライベートで恋愛の話とかを聞けて意外な一面があるというか面白い先輩だなと思っています。いやー、あー
他の選手とか監督にお伺いすると、はい、浜田選手が入学して、はい、本当に優勝を目指せるぞってなってチームの雰囲気もガラッと変わったみたいなお話を聞いて、はい、チームの雰囲気を変えたとかそういう部分に関して意識してやってることとかありますか？いや僕はもうただ一生懸命に練習やってるんですけど、その、まあ、周りのチームメイトの皆さんも一生懸命に練習やってて、僕がちょっと休もうかなと思った時にみんながこう残って練習やってると、あ、ダメだなみたいなのがすごい感じることがあって、そういう部分でお互いに刺激し合いながら日々練習できてるんで、まあ、僕が入ったからというよりはみんなで一緒に作り上げてる感じです、うん、高校の時もやっぱ人一倍練習しないとこう感覚がみたいなお話もありましたけど、はいはい、そこの姿勢っていうのは変わらず今も？そうですね、やっぱ練習することがまあ好きなんでやってます練習。努力してやってるというか、はい、卓球が好きだからやってるという感じが、ね、はい、なんか めっちゃストイックで毎日一番練習して、もうかっこいい後輩尊敬します。やっぱ刺激があるもんですか、はい、そういう後輩がいると。そうですね、なんか僕も頑張んなきゃって思います。練習結構やっぱ質高いですね。質高いです。ミスんないようにと頑張って点取ろうという気持ちでもういっぱいいっぱいです。ありがとうございます。今後の国際大会、今シーズンどれくらい参戦予定で、どういうところを目標にしているのかっていうところもお願いします。フィーダーって一番下のカテゴリーの試合にやっぱりその積極的に出ていきたいっていうので、ここでやっぱり優勝を してどんどん世界ランクを上げていきたいです。まあ、努力というよりかは、まあ、卓球が好きだからこそ継続できてると思うんですけど、継続するためのコツというか意識している点もお願いします。僕が尊敬しているイチロー選手が継続することの大切さっていうのを語っていて、イチローさんは本当に素晴らしい記録を打ち立てていたんですけど、日々の生活だったり練習だったりをものすごく大切にしていて、日々の積み重ねでしかないっていうことがやっぱり僕は本当に常に意識して生活していて、だからこそやっぱり日々の生活の練習だったりとかが継続できてるんじゃないかなって思います。尊敬するイチローさんっていうところで、なぜ尊敬するようになったのかなとお願いします。2009年の WBC の試合で、僕はまだその時野球を詳しく知らなかったんですけど、韓国戦のセンター前ヒットを見て、その時子供ながらに本当に感激して、何回もそのシーンを見返してたんですけど、そこからイチロー選手を追っかけるようになって、その彼の生き方だったり野球への取り組み方、姿勢をから学べることがたくさんあって、尊敬してます。ふと思ったんですけど、野球したくはならなかったんですか？僕小学生の頃1年間ぐらい野球と卓球を一緒にやってた時期があって、親もどっちでもいいよっていう、まあ、僕に選択肢を渡してくれて、でそこで僕は卓球を選んだんで、だからそれやっぱり卓球を僕は頑張りたいですね。で、まあ、卓球を引退して草野球をちょっとやりたいですね。はい、なんで野球と卓球で卓球に行ったんですか？その時に初めて他場に出てすぐ負けてしまったんですけど、その時に卓球一本にかけて勝負すればもっと強くなれるんじゃないかっていう感じたので、卓球一本に勝りました。別に名電に入ったのはイチローさんとか関係なく偶然？あ、そうです。まあでも先輩になったのでそれもそして嬉しいですね。じゃあオフの時の趣味お願いします。野球観戦と、まあ、サッカーのプレミアリーグの試合を見たりとか、家で映画鑑賞したりとか、あとはもうひたすら寝るっていう時もあります。最近見た映画は何かありますか？最近見た映画、東京 MER。 あー、はい、はい、ドラマのやつ見ました。はい、泣ける系？それも泣ける系ですね。めちゃくちゃかっこよかったです。すぐ影響されちゃうんで。映画はどういう理由で見てるんですか？なんか映画とかドラマとか見た後にすごい感動した後に、なんかモチベーションが上がって頑張ろうっていう気になれて、なんか心がスカッとする、それがすごい良くて見てます。感動する系の映画で熱い気持ちが入ってるなんか映画が見たいです。募集してます。じゃあコメントお願いします。お願いします。はい、や
今後の、まあ、学生生活もそうだし、将来の目標っていう部分だとどういうところを見てますか？今は2028年クロスのオリンピックを目指してやってるんですけど、まあ、そこまでに目の前の一戦一戦を大切に戦っていきたいですね。では最後に早稲田大学卓球部に入りたい人に向けて熱いメッセージをお願いします。ぜひ早稲田大学に入学してもらって、僕と一緒に日本一を目指しましょう。ぜひよろしくお願いします。ぜひ来てください。ありがとうございます。ありがとうございました。Rallies.